皆様こんにちは。ホッセルと申します。バイオハザード RE4 の実況プレイですね。難易度ハードコアでやっていっております。初見からいきなりね。では本日もよろしくお願いいたします。プラーガの最初に掘れた巣みたいなところに入っていくっていうようなストーリー展開になっていっている。サラザール城のちょうど裏のあたりにこのような採掘現場があるっていうような感じなのかな。これってトロッコでかなりの距離を走り回ったね。で、一周回って戻ってきたっていう感じ。城の近くにね。では、やっていきたいが、降りていくしかねえか。まっすぐ行けば、まっすぐ行ければすぐ目的地だったけど、迂回していかないといけないってことね。わかった、一悶着あるなこれ。行動の作業員ガダードとか出てきそうだよね。チェーンソーまた出てきそうだな。そうなってくるとアイテムないが、周りをしっかり探索してから一歩一歩降りていく。ぬかるんでんな。ノビスター出てくるかこれ。なんか本編にもこういうところあったよね。ノビスター出てきそう。ここはとなってくるとやっぱりいるわ。擬態するけど岩が何かに化けてるって感じか。これはかなり見やすいね。ただルイスがいるからちょっと安心。際限なく生まれ続ける虫どもには俺たちの仲間が何人もやられた。これ以上悲劇を増やさないために巨大な巣にある虫の出入り口を破壊して塞いでくれ。お、どれのことだ。壊さないことには無限湧きするってことか。わかった、どれのことだ。探りながら行く。こいえ、うわ、いるわ、上に。虫の巣ってどれのことや。走りながら探索していった方が良さそうだな。ルイス、ついてこい。お前に命令出さないのか。口を閉じて銃を使ったらどうだ。ぐわっ、おのれ、鬱陶しいわお前。連続攻撃すんじゃねえ。やべ、後ろにいる。巣ってどこだよ。やばい、分かってるが、しかし、あ、しまった、調合パターン間違えた。暗いすぎ。虫の巣ってどこやね。いってー、あ、壊したか。ちげえな。くそ、マジできつい。うわ、こっち何。お宝か。金塊大。虫の巣っていうのはどれのことなのかよくわからんぞ。一応道なりに進んできてるんだけど。どれ、あれか。よし、
初期の位置にもあったな、そういえば。あんなような物体が。あそこにもあるわ。あれ、ちげえのか。虫の巣ってどれのことだ。もう一回確認しに行こう。見落としあるかもしれない。あ、ちげえわ。多動証明じゃねえか。ひでっ、クソがよ。あれだ、あと一箇所、あそこかな。ちげえわ。吉江、回復アイテムもうねえし。ルイスどこ撃ってる。急ごう。多分反対側だ。あれか、ちげえ。あれ、さっき言ったところだ。こっち、なんだ、行った。武器商人だ。楽しい時間。なんでおめえこんなところにいんだよ。始まりだぜ、ストレンジャー。進出希望すか、お前は。アーバー回復しないと。それで何、我ながら本当見事な腕だぜ。アーバーさえ回復すれば、これライフルの弾使うにしてはちょっと威力が低いんだよな。スナイパーライフルとはちょっと住み分けができてるっていう感じ。あんたの精神を分けるひとときにな。ボルトスロワー、ちょっと強化したいな。威力底上げ、装填数底上げ。一度に4発装填するっていうことは、あ、装填数が4っていうことは、一度に4発装填できるようにしといたらかなりのシラジー効果だよね。連射速度上げそうか。えまして死ぬなよ。これってさ、数全部破壊すれば出てこなくなるのかな。伸びした。あれ、目的地にたどり着いちゃった。あと一箇所どこやねん。やっぱりあれのこと、あれかな。ちょっと巣破壊したいぞ。いて、いたいたいた。やべえだろ。さようなら。ここミッション諦めるわ。先に進むのよ。さそう。すぐ探してやるよ。死ぬわこんな。余計に物量使いそう。ここはいかん。おさらばしよう。いや本当にどこよ。あれ、わからんな。黄色く発光しているところ発見できなかったな。2周目以降だ。疲れたな。なんせこういうのは久しぶりだ。場所マップに出てるか、もしかして。なぜ俺たちのために
命をかける。言ったろ。俺は罪滅ぼし。場所マップに出てたかもしれねえな。どういうことか話せ。俺はかつて教団に手を貸していた。ああ、やっぱりか。お前らを助けたって過去がチャラにならないのは分かってる。それでもこれ以上犠牲者を増やしたくない。ならもっと真面目に働け。従者にしちゃ厳しいな。どこにたどり着くこれ。地獄からの脱出だ。そろそろ死ぬんじゃねえルイス、もしかして。新鮮な空気が俺たちを呼んでる。ホルフィン、最終的に死ぬようになったって。ついたも同然。あともう一息ってところだ。どうした。ルイス。ずいぶん久しぶりだな、ルーキー。クラウザー少佐、あんたがなぜここに。どういうことだ。盗まれた品の奪還、そして逃げ出したネズミどもの始末。楽な仕事だ。アシュリーもあんたの仕業。なかなか察しがいいな。教えたはずだぞ、ナイフの方が早いと。やるな。クラウザー戦か。やっぱりルイス死んだ。あんたも操られているのか。教団も虫の関係も全ては俺の意思だ。よいしょ。喋れで。熱い会話が展開されてるからね。いて。いや、この R3 の回避やりにくいな。ここまでだ、ルーキー。あの頃から少しも変わっていない。期待外れもいいところだ。俺はもうダメみたいだ。世界中のレディーたちが悲しむな。もう喋るな。これを持ってけ。俺の研究室の鍵だ。行って取り除くんだ、その寄生体を。助けろアシュリーよ。
人は変われるよな。ここでルイス死ぬか。クラウザーに殺されるんだね、ルイスは。騎士をさらば、そういう意味だったか。チャプタークリアの報酬よし。じゃあ時間もうちょっとあるんで、このまま引き続いてチャプター12に行きましょうか。多分チャプター16まであるんだよね、レコード一覧見てる限りだと。立派だったよ、ドン・キホーテ。この借りは高くつくぞ。クラウザー少佐にリベンジしないと。こいつの持ってた銃奪えないの。これどこだ。武道場の地下か。この地下に巣が広がる場所があったってことね。アイテムしっかり確認。クラウザーと決着をつける時が来るだろうから、それに備えてしっかりアイテムをね回収しつつ進んでいかないと。近く通ったアイテムはマップに表示されるから、それはありがたいね。なんかショートナイフ、ちょっと待って、これは見逃させない。ボルト作れるから。どのあたりだ。あった。だけどショートナイフさ、クラウザーとの戦いでバキバキ折れたよね。これだからこのコンバットナイフ基本持っといて、あとは全部ボルトにしちゃっていいんじゃねえか。バキバキ折れてすげえもったいなかったわ。ボルトはだけどボルトで回収できるんだよね。どうしたものか。このボルト用マインがだけどチート性能っぽい感じがするから、たくさん持っときたいんだよね。あ、そっか、マインにしたら回収できないんだ。レオ、時間がないから手短に話すわ。彼女は時計塔に連れて行かれた。今ならまだ間に合う。救いたいなら急いで。ずいぶん親切だな。素直に感謝すべきか。ええ、そうね。時計塔に向かう。サラサール城にこれ戻ってきたよね。あ、はい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 、このトロッコのところに戻ってくるんだ。これどこのトロッコ。ところで初めて来るトロッコの場所か、これは。ここ開けられるか。ここどこだ。武道場だ。ノビスタいるか。ノビスタいねえんだったらアイテム改めて回収したいよね、このタイミングで。小さな鍵、結構前の方まで戻れるってことね。ご利用は無計画に。サラザール家の面汚し。憎きラモンス・サラザール、たとえ絵ですら腹立たしい。写真の部屋に飾られている奴の肖像画をどうにかして怪我してくれないか。何かぶつけてみるのもいいかもしれないな。卵。写真の部屋ってこれどこだよ。これ玉座がある場所か。一応覚えとく。カラスに奪われた宝石を取り戻してくれ。やつめ、どうやら巣に持ち帰りやがったらしい。カラスを追跡すれば巣の位置がわかるはずだ。あの宝石は俺たちの主家にゆかりのある品でな。鳥のおもちゃにさせとくわけにはいかない。中庭。中庭？ここか。コルミロスまた出てくるんじゃねえだろうな。結構いろいろ要素があるな。面白いっちゃ面白いんだけど。
他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。ハードコアだったらね、大事に使ってやってくれよ。本当にいろいろ探索する余裕がね。攻めた探索をする余裕が全くない。来いよ、ウェルカム。アイテム売却して、うん、高値で取引だ。で、あとはボディアーマーの修理と。本当見事な腕だぜ。どうしようかな。ボルトスロワーの取り回しをさらに良くしようか。あんたならすぐ違いが分かるはずだ。8発まで送電できるようにしておく。素敵な旅を。エコロシーアイテムね。それじゃあちょっとここ覗いてみるか。伸びしたくるような逃げる。ダットのごとく。いなさそうだな、伸びしたドール。アイテム回収するか。ありがてえ。トレジャーどこだ。この階だよね。表示が明るくなってるから、これ明るくなってる表示はその階にあるはず。ちょっとこっちの方か。あ、音するわ。どっかそばにぶら下がってる。どこ？この下かな。あった。まあとりあえずこれだけ取れば OK でしょう。先へ進む前に一回切ろっかな。時間いいところなんで。すまん、最後の1分間アイテムを集めっぱなしで。一回タイプライターでセーブしとこう。先行手榴弾が出てきたのででかいな。よし、それではご視聴いただきましてありがとうございました。そろそろ時計塔に向かうってことは、ここ多分サラザール戦の決戦の地じゃないか。これ移動速度もっと速くならねえかな。これ